マゼランペンギンは、超高ペンギン、木ペンギンかケープペンギン族に属する、鳥類。アルゼンチン、チリ南アメリカ大陸の太平洋岩と、大西洋岩、フォークランド諸島で繁殖する。名行例や稀な発見例として、オーストラリアニュージーランド、南極半島などで、発見例がある。全長65から72センチメートル。は褐色。くちばしの色彩は黒く。 先端は紅白色。講子は黒く、白やピンク色の半紋が入る個体もいる。繁殖期になると、目の周囲から口ばしにかけて、ピンク色の皮膚が露出する。野生家では、フンボルトペンギン、飼育家では、ケープペンギンとも、主観雑種を形成することから、これらを同種とする説もある。2020年の時点では、生息数は安定しているか、 全言傾向にあると考えられている。油汚染、石油採掘、漁業による、混濁、卵も含めた食用の狩猟や採集、人為的に輸入されたネズミ類や犬などによる、捕食、気候変動による影響が懸念されている。漁業による競合や、増加傾向にある、アザラシ類による捕食による影響も懸念されている。 1991年に発生した石油流出事故により、8から9月に1万5000羽以上の個体が死亡したと考えられている。ありがとうございます。